はいどうも、こまみれです。世の中にはこんな言葉があります。数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使うっていう言葉があるんですよ。なんのこっちゃっていうと、ね、やっぱ数字の受ける印象ってかなり我々多いじゃないですか。それこそ今現在、北海道の室越町でいいのかな？蘭越町か？わからんけど。室蘭の蘭に、北信越の越、蘭越町でいいのかな、名前がちょっとわからんのやけど、そこがね、掘削作業をしとるときに、まあ、誤って水がドーンって吹き出したわけなんですよ。で、そこの吹き出した水の中に、ヒ素っていう、そのね、物質が、いっぱい、ね、有毒なヒ素や、酸化水素が検出されましたっていうので、ニュースになっとるわけですよ。でね、基準の、マスコミとかね、そういう人たちは、その、大衆の注目を浴びたいから、基準の2100倍の人が検出みたいな感じで、この数字を使ってね、煽ってくるわけですよ。2100倍って相当じゃないですか。数字だけ見ればね。じゃあ、何の2100倍っていう話になるわけですよ。ね。物事が。ね。ね、1の2100倍だったら2100かもしれんけど、ね、0.000001 の2100倍って言ったらもう 0.0002 とかになるわけですよ。ね。それまた話変わってくるじゃないですか。うん。じゃあ、そのね、噴出した、ね、水に含まれとったヒ素が一体どれくらいかと言われたら、ひじきって、黒いさ、太い鼻毛みたいなサイズのさ、鼻毛って、食べ物に鼻毛って言ったらダメだな。なんか煮物とかおひたしとかによくするさ、大豆とか人参とかと一緒に煮てさ、美味しいひじきがあるじゃないですか。うん。あれと同じくらいです。はい。ひじきって、多分、今現代人は食わんけど、まあね、ジジババとかさ、それこそ親世代なんかもね、50代、60代、70代の、まあ、40代が、まあ、多分30超えとる世代は一度でもひじきを食ったことはあるのじゃないかなってのはあります。ひじき。それくらい日本にとっては身近な食材なわけですよ。うん。こいつにも、ヒ素が含まれております。ただそのね、有害な物質なのかと言われたら、そういうわけじゃないんですよ。まあ、ヒ素はヒ素でも、やっぱ我々、この日本に住んどったら、やっぱカレーにね、でかいとドーンって入れて、それで体調不良だったりとか、なんか人が死んだみたいな、事件があったじゃないですか。そのヒ素っていうのは危ないっていうワードと、2100倍っていう、その数字だけ見れば、ものすごいでかいね、ものが合わさったことによって、もうなんかこの世の終わりじゃないかっていうくらい、みんなが動揺しとるわけなんですよ。けどそれがね、メディアとかの狙いなんですよ。嘘つきたちの狙いなんですよ。うん、だって、この国は長寿大国じゃないですか。日本って。ジジババが。ね。若者よりも、ね、ひじきをもりもり食べとるジジババが、長生きしとるって、この国の平均寿命をね、上げとるわけですよ。ね。ひじきがそんなに、ね、ひじきというか、ヒ素がそんなに危ない毒物で、ね。ひじきがそんなに危険な食品だったら、ジジババがどんどん死んでっとるわけですよ。うん。けどそんなことなってないじゃないですか。あれおかしいですよね。不思議なもんですよね。まあでもね、水と、普通の水と比べたらそれは大変かもしれんけど、だって世の中さ、なんて言うんだろう。そういうのっていっぱいあるわけよ。ね。毒も、適量を与えれば薬になるというかさ、この世に薬と毒って区別がないのわかります？知ってます？この世には。うん、一応その医療的な医学的な定義としてこれは薬、これは毒って言われてるけど、薬だって結局適量の毒なんですよ。うん、薬と言われてるのは例えば、咳を抑えるね、作用のある草がありました。こいつを例えば適量ね、食べたり飲んだりすればその咳が収まるよ。けど、適量以上を超えたら、副反応で下痢が出たりとか、ね、吐き気を催したりとか、めまいが発生しますよっていう。
この適量を見定めたのが薬なんですよ。うん、だから結構ありふれた、食品、食材、そして、物、ヒ素っていうのはそういうものがありまして、だからそんなに恐れる必要はないんですよ。だって我々はこうやって生きてるじゃないですか。ひじきを食ってる我々はこうやって生きとるじゃないですか。うん、そういうのってすごい多いんですよ。うん、数字を使って嘘をつくっていう、うん、2100倍っていう数字は嘘ついてないじゃないですか。けどね、じゃあそのね、水の2100倍の含有量のヒ素が一体我々の生活においてどれだけのものなのかって言ったらね、じゃあひじきと一緒くらいですって言ったらさ、みんななんだって思ったと思うんです。うん、それくらいかって、うん、じゃあ大丈夫じゃんって話になんねえか。まあ、かといってね、その水よりもいっぱい含んどるわけだから、その水をね、グビ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 大量に飲んだら、その分ね、2100倍普通に水飲むよりも体の中にヒ素が含まれるから、さっきの毒と薬だよね、適量ってのがあるから。だから日本の水ってめちゃくちゃ安全なんですよね。これ実はこのすごい安全が歌われとるこの日本という国に生まれて我々は良かったなって思うわけですよ。けどそんな世界なわけなんです。そうやってテレビのね、一時情報に、ギャー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 惑わされて、ね。一番かわいそうなのはこのね、乱越町でいいのかな？だからこのね、川、ね、その水が流れ込んだ川の水を使って、田畑、ね、農業やっとったりとか、ね、野菜育てとったりとか、ね、牛とか豚とか育てとる農家の人たちが一番困るわけですよ。だって、確かに普通の水と比べたらあれかもしれんけど、直ちに人体に影響がね、及ぼされるわけではないじゃないですか。ね。ね。じゃあ同じね。同じ、そのトマトがありました。ね。物としては大丈夫なのよ。別に。別に物としてはトマトもね、10個20個食べんきりゃ大丈夫なんですよ。うん。大丈夫なんだけど、じゃあパッと見たときにさ、ね、そのね、乱越町で作られたトマトか、ね、そうじゃないところで作られたトマトかっていうのが並んどったら、みんな絶対買わないじゃないですか。そのね、乱越町やらのトマトって。うん。なんでって言われたら、2100倍ヒ素が入った水をまいて、ね、育った野菜だからっていうわけですよ。それってちゃんとした風評被害じゃないですか。ね。何事もだってね、取りすぎ、ね、砂糖だって取りすぎはダメなんですよ。塩だって取りすぎはダメなんですよ。けど適度な量必要なわけですよ。砂糖も塩も。うん。ね。で、そうでしょ？それで一緒なんですよ。けどそっちの方は信じれて、こっちの方は信じれんかっていうね、話になってくるじゃないですか。同じ科学なのに。ね。同じサイエンスなのにさ。ね。そうでしょ？だからそういうのをね、そういうセンシティブな話題を煽った方が、だって、メディアなんかも商売ですから。はい。やっぱ人がいっぱい見てくれるような、見出しとか、ね、内容とかをやった方が、ね、その分、視聴率とか、ね、聴取率上がるじゃないですか。そうでしょ？そういうもんなんですよ。うん。だからそういうのがあって、一時情報でわーって煽られることがあって、そういうのを風評被害につながるというかさ、うん、大丈夫ではあるけど、厳しすぎる日本の基準には満たさんかったっていうだけの話であって、多分海外の水と比べたら、吹き出しとる水の方が大丈夫なんじゃねえかって下手すりゃあるかもしれん。国によってはね、うん。発展途上国の浄水されてない水と比べたら、日本のそこら辺の川の水の方が綺麗かもしれん。もしかしたら。けどやっぱりね、どっちの水を飲むかって言われたら、多分海外の水飲んだりするよね。うん。何が入っとくかわからんけど。だそういうのがね、一時情報に踊らされて、てかそういう情報に踊らされて、なんか変にね、不信感を抱いたりとか、攻撃したりとかっていうのは、ちょっと、大人げないというか、人間としてどうなのかなっていうのはあったりしますので、まあね、なんて言うんだろう。気にしない、気にしすぎない。気にすることは確かに大事かもしれんけど、気にしすぎないことは重要なんで、うん、気にしすぎないことも重要なんで、ね、なんかそういうふうに悪い印象を持っとる人がおったら、ちょっと一旦考える時間を
があってもいいんじゃねえのって私は思います。はい。そんな感じで以上、こまみりでした。